帝都高速度交通営団、帝都高速度交通営団、帝都高速度交通営団は、東京都特別区23区の地下鉄を経営するため、1941年、昭和16年から2004年、平成16年まで日本に存在していた、日本国府及び東京都が出資する鉄道事業者、特殊法人である。 帝都高速度交通営団法に設立根拠を持ち、交通関係の象徴所管であった広報上の法人である。通称交通営団または単に営団。資産等は東京地下鉄、東京メトロに継承された。イメージソングは井上大輔作曲の未来よ君は美しい。日中戦争中に国家による統制管理のために設置された経営財団。 いわゆる、英断の一つである。帝都とは大日本帝国の首都、すなわち、東京のこと、高速度とは、新幹線のような高速鉄道の意味ではなく、かつて市内交通の主役であった、路面電車に対して、高速である、都市高速鉄道の意味である。英語表記はで、という略称もあった。東京地下鉄道と東京高速鉄道によって、 行われていた東京市の地下鉄建設、運営事業を統合し、一元的に東京の地下鉄を建設、経営する公共事業体として発足した。陸上交通事業調整法に大きく関係している。いわば戦時統合であったが、第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ の司令により、低都高速度交通営団を除く英団は解散。 もしくは公営移行した。地下鉄を運営していた東映団はそのまま維持され、旧憲法下の帝都を名称に含む組織は新体制移行後60年近くという長期にわたって存続した。その間、東京都の直営による地下鉄事業開始1960年や日本国有鉄道の分割民営化1987年など情勢の変化もあったが、 東映団はあまりそうした情勢の影響を受けなかった。21世紀に入ってから、小泉内閣による特殊法人改革の一環として廃止され、唯一残った経営財団の名残は幕を閉じることとなった。2004年、平成16年4月1日、東京地下鉄、株式会社法の施行により、東映団の一切の権利及び義務、設備、車両は、東京地下鉄、 株式会社、東京メトロに継承された。英団という組織形態は、官民による共同出資を大きな特徴としており、東英団もまた設立当初は民間鉄道による出資が含まれていたが、こうした民間資本は1951年の法改正により排除され、以降は日本国有鉄道、国鉄分割民営化後は日本国有鉄道生産事業団を経て、 大倉省、財務省と東京都の出資による純粋な広報人に変容した。したがって、英団地下鉄は名称として英団の名を名を残しながらも、その組織実態としては、公団や公社と似通ったものとなっていた。国有や地方公営企業、市営交通など、第三セクターとも異なり、政府と都出資による公企業として独特な位置づけであった。 日本民営鉄道協会、民鉄協に加盟し、団内労働組合も日本私鉄労働組合、総連合会、プラに加盟するなど私企業のような行動をとる。一方、テレビ CM など広告は規制されており、民営化直前の2003年6月までは一切行われなかった。地下鉄事業は日本国有鉄道と異なり、特別な法律に基づくものではなく、 地方鉄道法に基づいていた。前述のように大半の営団が終戦直後に廃止となった結果、中高期はターンに営団の意味は低都高速度交通営団を表すことがほとんどとなり営団線といえばその経営する地下鉄路線全体を指していた。そのため営団の子が固有名しかし東営団が経営する地下鉄路線を営団地下鉄と 通称していたことも相まって、組織名が、映画地下鉄であると誤解されることもあった。末期では、これを逆手に取る形で、映画地下鉄と組織名に代わって表記する、旅客向け資料もあった。駅のロゴ表記は単に、地下鉄であった。運賃、乗車券など特に、映画線として区別しなければならない場合を除き、東京で単に、地下鉄線という場合は、 営団の路線である場合が多く、都営の駅を含む駅の案内などでは、路線名のみの表記、銀座線など、が多用された。対して、後発の都営地下鉄は、都営線内でも、都営を冠した、路線故障、富田線など、が多用された。この方式は、営団が廃止されて、東京地下鉄に継承された現在でも引き継がれている。一方、地下鉄補助会、現、 メトロ文化財団など、関連団体、職員で作る政党職場組織には設立当初から、東映団の意味で、地下鉄を冠したものがある。団ラ、シンボルマークは S を図案化したものとなっており、地下鉄を意味する、英語サブウェイの S の他に、以下の4つの S の付く、英単語、4S を意味し、英団の基本理念だった。英団発足から1960年、 昭和35年までは、丸にトンネルの断面とレールを配したものが、段アキラとして使われていた。S マークは、映画発の新規開業路線である、丸の内線開業前年の1953年、昭和28年2月1日に、宣伝、広告、電車車体に使用する気象として制定され、1960年、昭和35年3月1日より正式に、 ダン・アキラーとなった東京地下鉄への移行の際に、この S マークのダン・アキラを継続してほしいという意見が多数あったが、結局メトロ、メトロの M を中象図案化したハート M のシンボルマークを採用した。ただし、このダン・アキラの日本での商標権は、現在も東京地下鉄が保有している。また、低都高速度交通映団映画地下鉄も民営化直前に、 日本において、商標登録を出願し、民営化後に登録されている。1941年、昭和16年3月6日に交付、同年5月1日施行された、帝都高速度交通営団法に基づき、東京府東京市、1943年、東京都政施行に伴い、東京都になる及びその付近の地下都市高速度交通業を目的として、 1941年、昭和16年7月4日設立された。資本金6、000000円は、大日本帝国政府の4、000000円、東京市の1、000000円のほか、東京横浜電鉄、東横、東武鉄道、東武が、各200万円、京成電気軌道、京成、小田急電鉄、小田急が、各100万円、西武鉄道、 西部、武蔵野鉄道、国鉄共済組合が、各50万円を出資した。同年9月1日、日中戦争中の戦時体制のため、陸上交通事業調整法、1938年8月施行により、現在の銀座線を運営していた東京地下鉄道、及び東京高速鉄道の路線を引き継いだほか、両社の未成線、東京市の地下鉄道未成線、 京浜地下鉄道の未成線免許を譲り受けした。第二次世界大戦後の1951年、昭和26年4月、英団の公的性格の明確化、運輸政策審議会の答申で、財政投融資による東京の地下鉄建設促進を図る観点から、各民間鉄道の出資金を引き上げ、日本国有鉄道と東京都への移管が行われた。 その他の主な特記事項。A 団は日本の鉄道事業者として初めてサインシステム、案内標識のシステム化を導入した事業者である1973年5月に千代田線大手町駅に導入。それまでは案内サインの様式が全く統一されておらず、大量の文字情報が無秩序に羅列されているような状態だったが、それを 外部の専門家に委託し書きのようにシステム化した参考、実際にシるべされた案内サイン。案内サインの表示書体には、ゴシック4550が使用された。また、今まで目立つ場所にあった広告や広告とタイアップした案内サインを撤去し、そこにサインシステムに基づいた新たな案内サインを設置しようとしたため、広告収入の減少が見込まれたが、旅客案内を最優先とした。 その代わりに、列車車両内に新たな広告媒体を設けることで、広告代理店などの了解を取り付けている。このようにシステマチックに構築された A 段地下鉄のサインデザインは、1989年の89デザインイヤー記念日本デザイン賞を受賞し、出口のカラーとして用いた黄色は、1995年に出口明治色として実企画化された、ただし、 サインシステム導入前の A 段大手町駅、銀座駅や1964年の東海道、新幹線開業時の東京駅などのように、すでにいくつかの鉄道事業者において出口に関する案内サインに黄色が用いられていたことに倣ったものであり、1973年の A 段のサインシステムが出口を示すために黄色を用いた最初の例という話ではない。 1991年に開業した南北線の単独駅を皮切りにサインシステムを一部修正。これまでの線区ではの地下駅への出入り工場部にはまるで囲んだ S マークが掲げられていたが、この年以降に開業した駅及び大規模改修を実施した駅では、駅入り口にある駅名看板と統合する形で廃止された S マークは、 駅入り口の駅名看板に記載するように改定し、同時に駅名看板のベースカラーを今夜青字のものに変更。また南北線と有楽町新線では、駅名表のデザインも一部変更され、ゴシック4550は踏襲されたものの、ラインカラーの位置を最上部に持ってくるように修正し、そのラインカラーの中央に逆三角形の図柄を描いたものに変更された。映では、 サインシステムを一種の公共材と考え、大手町駅でのサインシステム導入後に完成したマニュアルを全国各地の地下鉄事業者に無償で配布し、京都、名古屋、札幌、福岡などの各都市の地下鉄がそれを参考にサインシステムを構築したと言われる。しかしながら、公営企業特有の質素さ、合理性が強く現れた A 団地下鉄のサインシステムは、 民間企業となった東京地下鉄には民営化直後、除いて引き継がれず、根字に白文字をベースとする新しいサインシステムが導入され、既存の案内を順次置き換えた。ただし、現在でも一部で、英団時代のサインシステムが残っている場所もある。新サインシステムでは、路線シンボルを表示する際には根字を白抜きにした上で、 丸印とアルファベットの路線記号を表示しているため、デザイン的に煩雑で、丸印のサイズも小さくなり、視認性が低下しているとの意見もある。2004年3月31日時点、初区間の開業順すでに営業運行を終了した車両も含む。1968年、昭和43年1月27日日比谷線。 六本木駅神谷町駅を走行中の東武鉄道2000系改装列車が火災で運転不能となり6両中1両が全焼1両が半焼乗務員と消防士11名が負傷した乗客は床下からの発煙が認められた六本木駅で全員降ろされたために無事であった百七十二年昭和十七年十一月十七日同じく 日比谷線の下り電車が、広尾駅手前600メートルの地点で異常停止、起動不可能となり、同駅で運転を打ち切った後、側線での点検中に、床下機器から出火。職員の慎重な判断により死傷者は出ていない。この事故は、同年同月の6日に、国鉄が起こした北陸トンネル火災事故の直後のもので、同事故と明暗を分ける形になった。 1978年、昭和53年2月28日東西線、火西駅南砂町駅、当時西火西駅は、未開業の荒川中川橋梁上にて、竜巻の直撃を受け車両が脱線、横転する事故が起きており、二十数名が負傷した。2000年、平成12年3月8日、日比谷線中目黒駅付近で電車がせり上がり脱線を起こし、 対抗電車と衝突したいはした。死者5名。映画日比谷線中目黒駅構内、列車脱線衝突事故を参照。映画地下鉄が原因となった事故で、旅客の死亡を生じたのは後にも先にも、この一度のみである。ただし、職員のみの死亡事故ならば、1998年、平成10年3月11日に、千代田線代々木公園駅代々木上原駅間にて、 線路上を、世業歩行していた、職員4人のうち3人が、営業運転終了後の回送電車に跳ねられた例がある。1963年、昭和38年9月5日、一連の草加二郎事件中、最も重大な事件となった、地下鉄銀座線爆破事件が発生した。銀座線京橋駅に到着直後の列車最全部、座席か、 車両祭全部まで座席をつ、半室運転台構造の戦前型車であったに、仕掛けられた手製の次元爆弾が爆発。乗客十三名が重軽傷を負った。翌日女優の吉永さゆり宛に、総家次郎名で百万円を要求する、脅迫状が送付される、未遂に終わり、以後行方を喰らました。犯人は検挙されないまま1978年。 昭和53年9月5日に事故が完成した。1995年、平成7年3月20日、地下鉄、サリン事件が発生した。日比谷線、丸の内線、千代田線などに宗教法人オーム心理教の手により、化学兵器として使用される神経ガスサリンが散布され、乗客や駅員ら13人が死亡、5510人が重軽傷を負った。銀座線、 東西線、半蔵門線も当日午前中は運休した。詳細は地下鉄、サリン事件を参照のこと。低都高速度交通営団以下営団の民営化については、1995年、平成7年の閣議で南北線もしくは半蔵門線が完成した頃を目途に第一段階として特殊会社化する方針を閣議決定した。その後、 2001年、平成13年12月に、当時の小泉内閣が、約160余りの特殊法人、認可法人を対象とした、特殊法人改革基本法を閣議決定し、その中で A 段を、半蔵門線延伸開業後の翌年である2004、平成16年春に特殊会社化することを決定した。このような民営化は、国鉄分割民営化と比較されることがあるが、 日本国有鉄道の場合は、巨額の債務によって実質的に経営破綻を起こしていたのに対し、英団は日本国政府の行政改革の一環として特殊法人改革を行っていたことに由来する。そのため経営には問題はなく、また、東京の地下鉄建設というインフラストラクチャー整備の必要性が残ってり、民営化には反対意見が多かったが、 都市高速道路建設の必要性があった首都高速道路公団も民営化されるため、英団も例外とせず民営化の対象とした。同法案作成時に侵害者名を東京地下鉄株式会社と定めたことから侵害者名もこの段階で事実上決定した。侵害者では新株発行、代表取締役選定など重要な事項に関しては行政機関との協議。 認可が必要であるが、事業計画、決算は、日本国政府、国土交通大臣への報告のみとなる。またそれ以外の関連事業、社債募集などは、英団時代では、国の認可が必要であったが、新会社では、これが不要となる。その他、発足段階では、日本国政府と東京都が新会社へ出資。出資率は、国が53.4%、 都が46.6%しているが、将来的には全株式を上場させ、完全民営化させる計画になっている。しかし、株式上場の見通しは、株主たる東京都の都営地下鉄との多重行政解消を主張しており、全く目処が立っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。